なんだ？エンゲージ。こいつは、あの光、チャリオットだと？それにこの敵の数は、これが本当に遭遇戦か？互いに上演を繰り返して、戦域が拡大しすぎたといったところです。相手にとっては不本意でしょうね。なんだ？今度はお前が援護に来たってか。なんだ？まあ俺のセリフだ。なんだこの施設は。どうしてこんなことになっている？巻き込まれたんだよ。連合の正規軍がいるだろう。我々は彼らの部隊と一緒に攻撃をしている。要するに軍に目をつけられるような施設なんだよ。見ろよ、宇宙人がたくさん飛んでるぜ。バカ。気になるのは我々のクライアントだ。こいつを報告したら、叩けそうなら叩けと言ってきた。何考えてんだかね、あのお嬢さんは。どう思う、エフィ？私が見たいのはこんなものではありません。フルトの狙いも同じでしょう。そいつを炙り出せということか。話が分かってきたようですね。その道逃げたところで追ってきますね。こちらは話がさっぱりだ。とにかく降りかかる火の粉を払う。気をつけろ。また何か来る。恐ろしく早い。間に合ったようですね。撃たないであげてね、姿勢。味方か。こちらもレーザーか。お前が操ってるかな。それなりに働き者ですよ。残機はハットに出しておきます。あのチャリオットも打砲機ではないな。おや、わかりますか。知っていたな。さあ、どうでしょうね。まったく、フルトもお前も何を企んでいるのや。キリがない。何か決定打が欲しいところだ。キリはありますよ。この施設もほんの末端。軍に場所が割れたとなれば切り捨てるでしょう。時間稼ぎだ。トラの子を逃がすためのです。そのトラの子がお前たちの狙いというわけだ。フルトはそいつをどうするつもりだ。別に、どうも。ただ、確かめたいのですよ。どうしよう。分かっている。俺も気になってきたな。こうまでして隠し通したいものっての。悪趣味なやつだ。そうは言うけどよ、チャリオットだぜ。軍が潰しに来るのもわかるさ。こんなもん繰り出してまで隠し通したいものがあるってが、きっととんでもなくろくでもない代物に違いねえ。焦るな。そのうち姿を現すさ。我々が落ちないか、いずれな。コンクラベってわけだ。ろくでもないしだな。楽しみですね。お前、やはり何か知ってる。ええ、知っている。知っていますとも。それこそが私の敵、フルトの敵。憎むべき恩敵にして愛すべき恩。どうしたい？待ち遠しいなど理由であって早く確かめたい。よほどの代物らしいな。とりあえずターゲットは全機破壊したな。あちらさんもさすがに玉切れか。いや、待て。来た。おい見ろ、ヤバいのが上がってくるぜ。ダブルシックスだと。あれを扱えるほどのやつがこんなところにいると思うか。思わんね。ああ、気色悪いことになってきやがった。俺は宇宙人と戦争してる方がまだマシだわ。関わりたくねえ。ではあれはお前に任せるよ。やっぱりゾンビの相手も楽しいかもしれませんよね。現れた。
待ちわびた。ああ、塔に消え失せたはずの劇場を呼び起こす悪い人たち。エビ、戦いましょう。滅ぼしましょう。あの亡霊、あの命知らず、命の敵役たちよ。私はそのために生きながらえた。仕上がって確かにあんなのは初めて見た。もともとブースターの水力で浮かんでいたわけではありません。今になって重力波での飛び方を覚えたのでしょう。エフィ、もう落ち着いたか。何の話でしょう。私は常に冷静です。ならいいさ。感謝します。あなたがこの木を操る方は、あなたが強いドライバーだよ。それほどとは思いませんでした。これならフルートも動くでしょう。今しかない、あなたしかいない。私を使って彼らを倒して頼りにしています、マスター。